エンタジャムご覧の皆様、この度なぜ泣ける男は成功できるのかという本を書きました平林久一でございます。この本、今のところ各所でレビューをされているんですが、とてもよく出てくる言葉が不思議な本ですっていうふうに言われています。で、書いてる自分としてみたら、そういうふうに受け取ってくれたんだというのはですね、大変本望だと思っております。これ後書きをちょっと読ませていただきます。本の形を決めて、その本らしく書くということを私はやったんではなくて、今ちょっと大きくなっちゃうんですが、社会が求めていることから逆算して、賢人たちが残してくれた教えや私自身の経験談や様々な言葉を束ねてみたのが本書でありますということなので、あまりこの本の体裁とか一つのパーツっていうふうにご覧にならないで、この本の醸し出している不思議な雰囲気を皆さんに味わっていただけたらなと思います。その一部を紹介しますと、これ単に本を見せてるっていうだけではなくて、 YouTube の動画がこの部分で紹介されています。本を書くって言った時に、なるべく読みやすくするために説明文を少なくして五感で訴えるっていうような試みをした、自分なりにした工夫でございます。ぜひ見て読んでください。以上でございます。